出したら三上さんが、いやお前いなかったよみたいな圧を発展の音響がもう NG 集合だよ、ね、ここも NG 集だよね、多分ね、はい、先は使えるものがあれば、なんか差し込むみたいな、お時間まで抜けときます。 ありがとうございます。これ本当にやってて心臓痛くなったんですよ。というか多分ね、これ動画見てる人、オリジナルのディレクターがさ、そんなにバイオ怖がってるってなんかちょっとイメージできてなくて、地下留置所のところでもうガシャン抱くのとかもう本当にやめてほしい。くるくるって思った思ったけど、そうでガシャーンってなって、予想以上に来るんですけど、あ、そう、予想俺はね、手前のここだけ開いたっていうことにしてカプコンと思って、ね、見えてるとこだけ開いて、途中も驚いたからもう眠くてもさ、もう全部開いてやめて、もしねまあいいなぁ、あれがあるから俺なんかもうもう一回プレイできないな。例えばコスチューム、あエルザウォーカーだって、これはちょっと感動したね、一点のデザインで、うん、あとでも2周目やるんだったら、オリジナル衣装準拠のコスチュームあるじゃないですか、あれをちょっとやってみたい。ちゃんとシェリーも変わるから、うん、セーラーブックっぽくやるべきです。あの個人すごい、あ個人足したのもね、あれも最初からやりたかったね。あそうなの、今回絶対新しいエリア足したいって言って個人、所長がもう怖くてこいつ狂ってると思って、所長が死に追っかけるっていうのも武井さんがそうそう、あれは最初は別の敵を作って所長がおった方がいいんじゃないっていうのを意見もらって、や今の話でやったらストーリーも綺麗になったし、ゲームも良くなった。あれはね、正直シェリーに操作がついた時にちょっと安心した自分がいたんですよ。まさかさすがにゾンビ出てこないだろう、子供は殺しには来ない、そう、それはないなと思って、もう怖いのないなと思ってたら人間が一番怖かったっていうね、ガッシャーンやり始めて、こう狂ってるこいつやめてやめて。研究所の、まあ、ほら食堂の方暗くてライト照らしてくる、はい、もう食堂が凄惨なことになってるでしょ。あそこももう二度と行きたい。でも懐かしい、こう上くぐって降りるって原作にあったあのネタを入れてるんですよ。原作はあれだね、なんか植物が出ててライターかなんか燃やすと燃やして通路ができて、そこ通ったら隣の部屋に抜けれるみたいな、あれをちゃんと再現してる。あ、再宝石取るところで、あのリッカーバーンと落ちてくるところ、あ、そうそうそう、あれ俺全然記憶になって、宝石取ったらバーンと落ちてきて、もうパニックでうわーってもう速攻突っ走ってセーブ弁当キューッていってで、クタ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 クマジックミラーのリックは覚えてるでしょ。あれは覚えてる、あれはね、もうあれがまたね、あのレオンでやってる時最初から割れてて何にもなくて、ヒューッたら、もうクレア編で行ったら、花火があって、もう、あのなんか分かってても怖いな、分かってて、来るって分かるから、むしろね、分かってるから、もう、いつやって、もう、そうだ、あの市街地も、でそのバスの中入ったりするのを経験して、うわ、ここで出てきた、これっていうのが、そう、体験してたの、赤いカードが来た。女ゾンビもなんか変にこう覚えてる人が多くてね、女ゾンビいないんですかってめちゃめちゃやっぱこだわる人だって。バスケットボードとかね、バスケットボードは恥ずかしかったな、めっちゃ嬉しかった。バカ正直に原作通りの方じゃなくて、そうですねって言ってここで来たかっていうのが逆に刺さるんです。あれをちょっとお願いしてるのポータブルセーブなの、ピッ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 、あれはね僕大好きなんですよ。俺あれ嫌いですイラッとするな、あれどう、好き嫌い、あれは楽しかった、楽しいよね、意外とあれね、4つ目ぐらいで間違えたらイラーってするんだよね。あれ面白い、2個しか出てこないでしょ。いや、それね、チーム内でもあって、もう1回ぐらい出してもいいんじゃないっていう派と、もうやめてくれ派で分かれたよね。商品化してほしい。そう俺は好き派です、ね、大好き派なんで。商品化されたら何入れんのあんな面倒くさい、なんか鍵とか入れたり
でもそれ毎回あの当選製品番号ランダムやった酔っ払ったら、あのー、酔っ払って帰れないみたいな。でも8個がね、あの程よい数、そう、絶妙したよ、ね、あれ最初もっと多かったやつかしら、めっちゃ難かったよ。ハードコアの時は増やそうかって話やった、ね、やんなくてよかったね、あれそこハードするよね。そうそうそう、今回だから数理メイクだってびっくりしたのが、この無骨な難易度、あれはもう門井さんのこだわりですよ。この時代にあの難易度を持ってくるっていうのはすげえことやるなって思いました。ちょっと頭おかしいたまねえたまねえって言ってるけど、それは別にゲームに対する不満じゃなくて、むしろなんか多分どっかで快感を感じてる。あのギリギリの中でやりきり、まあ、僕こうされてるんでしょうけど、やりくりしてるのがもう本当にこうサバイバルホラーのあるべき姿だなっていう。なんかあの緊張感の出方って普遍的じゃない、なんか時代関係ないっていうか、あれがあるから昔やったお客さんもうわっそうだったそうだったっていうのもあるし、新しい人には逆にこんな無骨なゲーム今時ないじゃん、すげえ新鮮だろうなって。さすがにねハードコアはちょっとやる気あれは常人のやるもんだよ。なんか今あのサイトで意外にみんなやってるよ。やってんだよ、やってんだよね、すごい紹介してくれてる。あの S ランク目指すとか。いやでもね、あの調整ができる人はカプコンでももうほんと数えることもいなくて、まあ、数えじゃなかったら あのプレイの幅は作れなかったと思うんですよ。ブレンダーですから、ブレンダーここで帰ってきた。ブレンダー。今ここにあのブレンダー。今インポートされてるね。ここにインポートされてます。あとあのフォックステイルもここに。フォックステイル。フォックステイル。フォックステイル。リメイクショー。リメイクショー。リメイク。フォックステイル RE。誰も知らん。これは誰も知らない。シャルカニガス。そんなのがええわ。三上さんと連絡とか取った？俺ね、三上さんとね、いつだ、去年ぐらい、1年ぐらい前になるんだけど、差しで、おじゃご飯食べに行ったの。おー、すごい、はい、なんでしょうね、感激しましたよ、僕はこんな風に三上さんが僕に話してくれるなんてあんなに怒られてあと一時期すべて三上さんに口聞かないとかやってたじゃん。三上さんと俺ら食べたと3人で見て一言も何も言わないでたまに泣けたとか逆にあの当時の方がすっごい生意気なこと言ってたような気はする。本当に頭がおかしかったのは確かにねやっとあいつら育ったかと思ってほしいなっていうのはあるんですよね。そうだよね、それはもう三上さんあってのやっぱ今のうちらなんで、三上さんに会ったら謝りたい。本当にもう当時すいませんでしたって。あ、そうだから俺らのパネポン禁止令出たよね。この3人やたらパネポンうまいよね。思い出した、だから1の時にあのパネポン禁止令が出たんですけど、2の時はもう禁止令じゃないなって勝手に思ってて、ロムを提出した後の待ち時間に僕門井の席に行ってパネポンやってたんですよ、二人で。ただ気づいたら三上さんが後ろで仁王立ちしてて神谷、ソニーの承認降りた。そうですか、やったこれ、やべえやべえ、このグッドニュースとバッドニュース同時に来ちゃった。なんでこのタイミングにみたいな思い出した、これバイオ2の時だ、ね、はい、まあ一つの話を男主人公、女主人公で表裏で見るって形にしようというところから始まったんですけど、っていうことになると、この男から始めた場合、あと女から始めた場合っていうので、その2通りできてしまうから表裏で4つ、合計4つできちゃうよねっていうのを馬鹿正直に作ったじゃないですか。すごいよね。それをね、いやすごいよねって、それを今やってるのが俺すごいと思うよ。当時ほどやってない。いや、そうかもしれないけど、俺はあの今回のやつ一本だと思ったんですよ。なるほどなるほど。レオンで始めてクレアで終わるみたいな。そうですね、まあ、ところどころちょっと一方レオンはみたいな、クレアはみたいなのがあって終わって一本で終わりだと思ったら、まあ、その最初にレオンとクレア選べるっていう選択肢が出た時に、ロゴ作ってんのかったんですよ。日本化だけは避けたい、そうなん、絶対最初にプレイヤーを選びたいっていうのだけをね、
です、はい、それを今やるのはすごい、やっぱ他のディレクターとかね、プロデューサーから、いや、谷さん、無理っすよと、2は、あの三上さんがリメイクは無理って言ってたから、そう言ってた、だからやめた方がいいって話をされたんだ、だ最終的に俺も現場から1本にしますっていう話で来るかなと思う。でも、待てど暮らせどかな。俺、プレッシャーはかなりあったよね、やっぱり。やっぱりあった。やってる最中2人ともプレッシャーあるとか言わないじゃん、当然。後半で期待が高まるにつれどんどんプレッシャーが上がって、 E35 の方がじゃあプレッシャーあった。あの後もだいぶプレッシャーあったよね。仮に僕が例えばカッコにいたとして、僕はやっぱやりたくはないです、まあ、そうだろうね。なんか分かった。ちょっとプレッシャーに潰れることはないんでしょうけど、そのなんかそれでも信念を貫いていいものにするっていう、ブレずにできるかっていうのはやっぱりちょっと自信がなかなか持てない。なんとなく俺も開発チーム見てて、本当にスタートした頃ってなるべく変えないように変えないようにっていう、一番吹っ切れたのどこですか。変えてもいいやん。それは興味深いですね。いや、まさに竹内さんがもう本当にバイオ2やりたい人は原作やればいいんだって言ってくれた時ですけど、だから俺的にはだからそれがなんかこう、なんていうの、原作のリスペクトで2があるんだから、それはもう完成してるもんだからこれでいいじゃん。かぐいとあんこと俺らで作るものはこれじゃなくて、俺らのバイオ2を新しく作るっていう発想でこうっていう。いや、それは素晴らしいチャレンジだったし、よかったーって言ったから今は思えない。結果が良かっただけで、いやいやだったよな、みんな。偶然で成功はないんですよ。ゲームの神様は頑張った人にしかおりません。いいこと言うな。僕ゲームの神様を降りてくるのだいぶ遅いんですけど、開発終盤なんですけど。ありがとうございました。あのすごい、でも純粋に楽しかったよね。普通に何か飲みに行った。カメラありがとう、ほんまに。こちらさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。